一口に管理釣り場といえど、場所が変わればそれぞれの釣り場に特徴がある。そんなわけで、日本各地に661カ所ある管理釣り場全てを攻略すべく全国行脚することになったマグナム高田。今回の舞台はハイシーズンに入ると毎週のように熱き戦いが繰り広げられているエリアトーナメントの聖地、静岡県東山湖フィッシングエリアである。よし、お、マグナム君、今日も気合入ってるね。当たり前じゃないですか、全国のカニ釣りは制覇するんですから。ところで今日はどこを攻略するんですか？そんなの知ってるくせに、今回はおなじみ東山湖フィッシングエリアさんです。お、もうね、東山湖フィッシングエリアさんを何度も攻略してますからね、もう完璧ですよ。あ、行っちゃった。見てください、これ。はい、どうぞ。国内最大級の規模を誇る東山湖さんは、人気ポイントだけでもこんなにもあるのです。来ましたね、東山湖フィッシングエリアさん。まあ、すごいね、まあ、ポイントって言ってももうこれだけありますんで、攻略のしがいがありますよね。全部攻略して、完全攻略しちゃってください。もう任してくださいよ、全部でね、釣りしたことありますから。もう邪魔されなきゃ完璧なんですけどね、今回は。邪魔はします。え、邪魔すんの？邪魔を乗り越えてこそのエリアハンター。なんだもうそれ、やめてくださいよ。もうすでにトラキンに参加している方、そしてこれから参加しようと思っている視聴者も必見。今回は東山湖ポイント別攻略ガイドを徹底紹介、エリアトーナメントの聖地を丸裸にする。というわけで、静岡県御殿場市にある東山湖フィッシングエリアからお届けする第14回、進めエリア君。数釣りをしたいトーナメンターはもちろん、ファミリーやカップル、そして大物志向のアングラーまで楽しめる懐の深い管理釣り場である。準備に精が出てるね。しっかりやらないとね。しかもタックルボックス新調してるし。そうなんですよ、だからね、よりこうセッティングにね、こう気合が入るっていうか。すごいことになってるけど、ルアーがそんなにこれいるの？いるんですよ。同じようなのいっぱいあるけど、3個ぐらいあればいいでしょ。なーに、おっしゃいます。これだって、まあこれチャタクラですけど、チャタクラだって6種類ぐらいありますよ。チャタクラ1つ取っても6種類。やっぱね、それだけ攻略、このルアーを使ってね、攻略する必要があるっていうんで、まあ今日はね、じゃあちょっとどうやって使うのかっていうのを見せますよ。 で今回のミッションですが、うん、たくさんあるポイントそれぞれで3匹釣って攻略と、はい、それで全て釣ってもらって完全攻略とします。余裕ですよ、邪魔さえ入らなければね。邪魔はします。邪魔やめてよ。今回のルールはこれだ。トラキントーナメントエリア外はまとめて1カ所とし、攻略するのは計11カ所。各ポイント30分以内で3匹釣ることをノルマとし、失敗すればもちろん罰ゲームが待っている。成功の暁にはマグナム君が食べたがってた御殿場の名スポット魚恵さんで豪華料理をご馳走します。見事完全攻略したならば、静岡の海の幸を堪能。エリアトーナメントの聖地、東山湖フィッシングエリア、完全攻略することはできるのであろうか。最初に向かったのは国道側に位置する切れ目。土とコンクリート護岸の境目があることから名付けられたこのポイント。水中には2段ブレイクが存在し、イツキと回遊するトラウトが狙える釣り場である。まあ、どういう、ね、場所なのかと言いますと、沖は比較的フラットな地形なんですけれども、手前はですね、ブレイクが2段ブレイクっていう、普通の、ね、ブレイクってこう垂直にこう、なんていうんですか、なだらかに上がっていくんですけど、ここのブレイクっていうのは1段上がったところにもう1回ブレイクがある、そういう切れ目というところは、そういう場所なんですね。でこのブレイクのところに魚が、トラウトがついてるんですけど、1段目のブレイクと2段目のブレイク両方ついてるんで、2度おいしいっていうポイントですね。
あとはトラウトの回遊が比較的多い、まあ、ちょうど正面に、ね、放流ポイントがありますので、そこから魚が回ってきやすいエリアになってますね。ではですね、ファーストルアーということで、まあ、お決まりのマリータですよ。マリータ 1.6g のこれ新しい色ですけどね、チャートゴールドでやってみたいと思います。まあね、状況わかんないんでまず下がる意味でマリーダをセレクトですね。なんか見てるとライズがあるんで比較的表層付近にいるかなっていう感じなんですけど、まあ回遊ですよね。表層付近をこうあっち行ったりこっち行ったりしてると思うんですけど、お、今当たったな。30分以内に3匹だからね、プレッシャーかけてきますね。邪魔しないで本当に釣れなかったら罰ゲームだから。まあ表層付近にいると思うんですけど、やっぱりねここはブレイクがあるっていうことで、まあ、このねちょっとブレイク付近を重点的に攻めていこうかな。まずは2段ブレイクで五木のトラウトを狙っていく。ちょっとね後ろ傾斜になってるんであんまり下がりづらいんですけど、ブレイクを攻めるときはちょっと一歩引いた感じでやると、あのブレイクをこう舐めてきやすいというか巻きやすいですね。今ブレイク攻めるんで一旦ボトムまで落としてゆっくり巻いてます。結構ね手前で来るんで最後まで油断しないでこう巻いてることが大事です、ね、でバイトがあって乗らないっていうときは、まあ、カラーチェンジですよね。ここでゴールド系からカラシ色にカラーチェンジ。まあ、スプーンを着底させて、まあ、今着底して、まあ、巻く、あ、食ってきた気が抜けてるとか集中してるとダメかな優勝、今日の初虹ちゃんかわいい。ブレイクに差し掛かった付近を狙い1匹目をキャッチ。いい、バイバイ。今のマリーダのカラーはからし色、もう単色ですね。まあ、これをね使って今釣れましたけど、再び手前の2段ブレイクを探っていく。その時に舐めるように引く時は、まあ、今着底させて例えば5回転ぐらいして1回巻きを止めるんですよ。そうすると着底までに何秒間かかかるんですよね、時間が。でその時間が1秒なのか3秒なのかっていうのを数えて、スプーンがどれだけ下から浮き上がってるかを測ります。でこれが例えばこう1回ハンドルを止めてまた沈めるまでに3秒かかりましたよってことは、下から3秒間、例えばそうだな、80センチから90センチぐらい離れてるわけなんで、あそこちょっとトレースしきれてないのかなっていうのをそこで見ると。舐めるようにトレースするときは、例えばこう沈めるまでに1秒、1秒ってことはまあ30センチぐらいだと思うんで、ああ割とボトムの方をトレースできてるなっていうのを、まあ、そこで判断しますね。その後もブレイク周辺で五木のトラウトを狙っていくが反応はない。この時期における朝の国道側エリアはある現象に陥りやすいのだ。マグナム君、今日ぶっちゃけこれターンオーバーしてるでしょ。うん、ターンオーバーしてますね。まあ水は正直、まあ、良くないかもしれないですけど、で多分この辺りが一番ターンオーバーの影響を受けやすいと思うんですけど、うん、そう、ここが一番今受けてる。そういう時はどうするんですか。まあターンオーバーしてる時は、うん、なんていうんですかね、まあ沖の方が比較的水が多いでいいと思うんですよ。なんで あんまり手前を避けるっていうか、こう見てると泡浮いてるの分かります。で沖にこうカメラを向けるとそんなに泡浮いてないの見えます。なんで沖の方が水はいいと思うんですよ。なんでまあ切り替える策としては、まあ例えばスプーンだったら重たいグラムを上げる、まあ今 1.6 グラムですけど例えば2グラムに上げるとか、あとは今ライズがあるんで
割とこうミディアムレンジや表層を探れるプラグに変える、まあ、イーグルプレイヤーの MR だったり、あとはチャタクラですよね。チャタクラを遠投して沖をゆっくり引く、まあ、ちょっとそれに変えていいかな今度はね、より飛距離の出るチャタクラ DR のヘビーウェイトで沖をやるんで、よりねフッキングのパワーが伝わるパワータイプのロッドですね。ギアスっていう62の長さのロッドを使っています。まあ比較的こう表層をこうゆっくり、ああ今触ったかな、よし今度は塗ったか、よし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 、やったバレろ、やめて邪魔しないで、あれ嘘、あ、ついてるよいしょー2匹目よしよし、まあ狙いは一緒だ、沖の回遊。ただヘビーウェイトの方が浮力が少ないんで、まあ、表層を引きづらくはなりますね。なんで本当に表層がいいなと思った時はノーマルの方がいいですけど、で沖なんでまあ手前は捨てて、マグナムはターンオーバーを考慮し、イツキから沖を回遊するトラウトに狙いを切り替えたのだ。じゃあね、次はイーグルプレイヤーの MR、 まあ花茶でねちょっと試してみます。でライズがあるんで、まあ、ライズ周辺に投げるた方がいいですね。今急にライズが出だしたんで、魚が回ってきたなっていうのをここで見て、まあ、早めに回収してキャストすると。よっしゃよし、よし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 、はい、オッケー、やったよかった、とりあえずクリアした状況によってポイントを釣り分け見事攻略。続いて向かったのはレストラン前、放流ポイントに隣接している上、足元にはゴロタイシが沈んでいる。そのため多くのトラウトをストックしているポイントである。ここといえばね、まあ、放流、まあ、土曜日の放流ということなんですけど、まあ、比較的に回遊よりかは五木の魚を釣りやすいエリアかなって僕的には思ってます。で、手前のブレイクは2段になってないんですけど、あの切れ目とはちょっと違う1段ブレイクになってるんですけど、あのボトムにねちょっと小石、小さな岩がですね点在してますね。でなんでその辺に、まあ、色物がついたり、まあ、その辺をこうトラウトがぐるぐる回ってるっていう感じで、イツキのねこう釣り方をちょっと紹介したいかなと思います。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。